皆さんこんばんは、アバンギルドのブッキングの亮太郎です。今日は2014年7月14日月曜日、祇園祭りの、宵山にあたります。今日はですね、浴衣でラジオ公開食堂と題して公開収録しております。UR レディオ本日24回目となります。本日も素敵なゲストに来ていただいております。画家の一柳彩乃さんです。どうもよろしくお願いします。今日からね、ずっとUR レディオのこう BGM が、まあ、テーマ曲がずっとあったんですが、はい、今日からですね、このペリカンフィゼと、はい、レペリカンフィゼというですね、まあ、彩乃ちゃんもよく知ってるフランスのウーグバンソンがやってるスカバンドのちょっとアルバムにしようということで、びっくりしました。意外な、まあ、幅広いですからね、あの人。広すぎてそうそう。ウーグとは何回かやってるんかな。ウーグは結構やってます。3回、あれそんなやってるかな。あ、でも3回ぐらいやってるよね。やってると思います。なんだかんだで3年ぐらい前からですね。なんかその割としょっちゅう京都に来ていただいてて、で僕がフランス行くときは向こうでお世話になったりするんですが、はい、彩乃ちゃん自体はその海外でその活動とかはやったりはしてるのかな。実はね、ないんですよ。全く持ってなくて、別に何も特に意図があるわけではないんですけど、たまたまそういうのがなかった、きっかけがないという。ただでもそのまあこう古典とかまでなると結構大層なあれになるからあれやけど、そうですね、そのライブペインティングとかやったらできたりするんかなと思って。どうなんでしょうね。できたりするかもしれないですね。全然ね、ぴょいっと行ってとかやれるのかな。やってみたいですね。まあだってそんな特別なもん使ってないから。そうですね、向こうで調達できるよね。できます、できます。戦国君みたいにその OHP を持っていかなあかんとかっていうのはもう毎回見てて大変やなと思って。大層ですからね。ちょっとびっくりしますけど。まあそのアバンギルドにもよく出演していただいててですね。はい、ありがとうございます。なんかその、まあ、昔からそのライブペインティングっていうのはやってるのかな。はい、ライブペイントはなんだ、今みたいに本当に音楽と掛け合ってっていうのをやり始めたのは、うん、京都私6年目なんですが、うん、それに来る直前、地元の静岡で、うん、やり始めた。まだ7年前ぐらいからやり始めたのかな。だからこのいわゆるなんかこう一個の絵を完成させるみたいなライブペイントはもっと若い頃からやってるんですけど、なんか長い時間をかけて大きい絵を描き上げるみたいな、6時間何時間みたいなやつはよくやってたんですけど。あ、よくやってたん、そういうのって。やってたんです。それはイベントかなんか、ね、イベントで出て描いてっていうのはしてたんですけど、でもまあ路上のイベントだったりとか、なんかこうアートフェスみたいなのでどっかの一角でやるみたいな感じだったので、今やってる感じとは全く違う。そうやね、まあ、割と30分とか、まあ長くても1時間とかやもんね。そうですね、ぐらいです。そうそう、で何だったかな、なんかそういうのやってみたいなって急に思って、たまたま静岡で仲良くしてた現代音楽をやってるピアノの人なんですけど、の人とちょっとやってみようかっていうのがきっかけで、それが面白くて、でもやり始めてすぐに京都に来ちゃったので、どうしようかなみたいな感じでブラブラしてたら、
ダンサーとあったんですよね、割とあの京都に来てすぐぐらいに、ここで、今は最近は出てないですけど、ダンサーさんと会って、でその音楽とダンスと絵をやるっていうのでしばらくやってて、でアバンギルドに出た。それが最初？一番最初？そのチームではなくて、あのヘキさんのなんかいろんなダンサーがなんだっけ、混じり合ってなんかいろいろやるイベントがあったんですよ。なんちゃらタイトル忘れちゃったな。なんかそれに出させてもらって、そっからだと思うんですよね。その時って俺いてたから。いたと思います。その時いて。俺は演奏してないよね。してないと思う。してなくて、多分でもいらっしゃって。はいはいはい、で。いろいろ話をしてて、じゃあ今度ってことはなかったと思うんですけど、なんか一緒にやってみるみたいな話がその後出たんだと思うんです。龍太郎さんと一緒に。ああ、ほんま多分全然覚えてないなそう言われると結構前だから、そうやね、なんだかんだで結構前、ね、もう 5年とかぐらい経ってると思うんです。そんな経ってるか。多分なんかその個展を見に行った時やんな、それ僕が多分あの造形の近くかなんかで。そうですね。そうやんね。ちゃうかったっけ。そうですね。そうだと思います。もう5年も経つそれって。経ちます。あれ京都に来て一番初めの展示だったので。あ、そうなんや。はい。経つと思います。じゃあ割と僕は物件が初めてすぐぐらいやんの、多分。そうでした。うんうんうん、お店の人が。ここカットするか。あ、すいません。いやいや、あのまあまああれなんですけど、そのあの時あの個展の会場で、はいはい、あの鍋ちゃん、あの渡辺君でダンサーの、はい、彼に会ったの。あの時彼学生やったよな。学生でした。なあ、あれが初なんですか？いや。その前には会うてたと思うねんけど、印象としてあの時にそのギャラリーで会うたっていうのがすごい印象で残ってて。そうですか。うん、でなんか彼ももう今学生じゃないみたいな話で、もうね、そうなんやなと思って、月日が経つのは早いですなという感じなんですけども、まあその元々静岡でそういう活動をやってて、はい、そのまあ京都に来て、そのなんやろ、こうまあ全然違うとは思うんやけど、そのまあいい部分ももちろんあると思うし、はいはい、その京都に来てその良し悪しみたいなところってあったり、そのどういうところを感じたりするんかなとかって思って。良し悪しはそうですね、活動はすごいしやすいなって思ってるんですよ。まあね、場所も環境も整ってるし、やりたいって思ったら、受け皿が多いというか、多いし、まあ、見る人も多いしっていうのもあるので、まあまあね、そういう意味ではすごいやりやすいんですけど、まあ、その分数が多いから、よっぽどのことしないと埋もれちゃうよねとは思っていて、静岡なんてもめっちゃ田舎なんで、ちょっと頑張ったら、まあ、もう相対数が少ないから目立つんですよ、まあまあ、やっぱりちょっと なんですけど、まあ、そういうわけにはやはりいかないので、まあそれもね、でも頑張らなきゃっていう気持ちになるからいいかなとは思ってるんですけど、まあでもそれのさらにでかくなった版が東京やったりするもんね。だからここでね、もうちょっと頑張らないとなっていう感じもするんですけど、すごいコミュニティがはっきりしてるなと思っていて、京都ってなんかここみたいな。あ、そう。そうでもないですかね。まあ、音楽はそんな感じしないですけど。なんかそのこう横のつながりが割と普通にあるような感じは僕はイメージとしてはあるね。なんか行き来できる人と、それを嫌がる人がいるかなって思ってたんですけど。あ、なるほど。そうでもないのかな。あ、でもあるやろうね。最近は。感じなくなったんですけど、多分私が慣れてきたのもあって、当初は結構思って、あ、入りづらいということ。あ、そうです、そうです。あ、なるほどね、それはあるかもしれない。すっごい入りにくかったです。あっちにより、そっちに行くのみたいな。
か、ひがみやり、なんかこう嫉妬なりみたいなこう。いやでもその箱単位では絶対あると思うけどね。僕もだから正直こう、あ、そうか、何あの箱でやるのかこいつはとかっていう時は思う顔には出さへんけど思う時はある。あ、ストーリーズ、まあ、そっか、うん、全然いいねんで、うんうん、それでどんどん広がっていってほしいし、うんうんうん、それに負けないぐらい頑張らなあかんとも僕も思ってるから、ここはここでっていうのもあんねんけど、なんかやっぱそこの嫉妬心とかってすごい嫌やなって自分でもすごい思ってて、あのなるべくそれはこう思わんようにしようとは思ってんねんけど、やっぱ思ってしまうところもなきにしもあらずだけど、そう、うん、まあね、そうね、だけどそのやっぱりここだけで何かをしかやってなかったら、いろんなものがこう広がっていかへんっていうのはもう当然あるとも思うし、だからこう、まあ、うちに出入りしてる人らもどん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 外でもやってほしいなとも思ってもいてはいてて、まあでもあれやんね、うちでもそうやと思うわな、こう開いてるつもりやけどめっちゃ閉鎖できないやろなと思って外から見ると、初めめっちゃ怖かったです怖いよそイメージとして、イメージだけです、なんか初めだけど本当にもう慣れたらもういいみたいな感じになってきたんですけど、そうやんな、でもそうなんやろうなと思う、多分入りづらいやろうなっていう、何かこう自分らはめっちゃこう壁を作ってないつもりやけど、めっちゃでかい壁をボーンって作ってたりするんかなとか、なんですかね、もう今となったらちょっと何って中に入りすぎて分からなくなっているんですけど、何だったんでしょうね。いやまあでも、まあ、あると思うよね、うん、なんか私のな慣れというか、あんまりこういうスペースに出入りしてなかったっていうのもあると思うんですけどね。ギャラリーはもちろんちょこちょこ出入りしてますけど、そうよね、音楽はね、もうライブハウス聴きに行くぐらいしかしてなかったのに出るっていう、まあそうやね、まあ、ここはライブハウスじゃないですけど、まあ、まあ普通にでもこう絵を描いてるだけの人がこうライブハウスに来るっていうのは、まあ何かしら知り合いがやってるとか、まあ好きなアーティストがやってるからっていう形でしか、まあ基本関わりはないもんな。そうなん、今まではそうで、こんな出ることになるとは思ってもおりませんでしたみたいな。でもそのまあうちでは割とこう30分、うん、まあ、ぐらいのそのパフォーマンスをやってもらうって形がよくいいんやけど、そのどうなんやろ、慣れてきた感はあったりする自分の中で。あ、すごくあります、うんうん、慣れてきましたね、さすがに。もうステージに立つことにあんまり抵抗はない。で最近また変わってきたもんね。前はほんまにそのでかい布で書いたって、うん、はい、で、はい、最近はもうプロジェクションで小さい絵を描いて、やるのが多いですね。あの前芦田メロって、はい、まあ、うちのブッキングでいてはった、はい、あの天才画家のメロさんが言ってたけど、はい、やっぱ楽なんやって言われて、うん、で実際その、うんインク代というか、その塗料の金もかからへんし、そうですね、とは言うてて、まあまあ、まあでもそう言われればほんまにそうやなとは思うんだけど、まあ、そういう意味でもまあもちろんありますね、うん、楽は楽ですやっぱり。そうやね、まあ後片付けの話とかも、まあね、まああったりはするし、でもなんかあのステージに私がいて、うん、こう絵が出来上がっていくのと、いないでできていくっていうの、うん、全然違うなと思ってて、なんか どっちもなんか機会、ステージに立つの今少ないですけど、まあ、タイミングがあればいつでもやりたいと思っていて、ただ前最近福井くんってピアノの男の子とよく一緒にやってる、ゆうへいです、ゆうへいくんですね、福井ゆうへいくんとよくやってるんですけど、とても肌が合うというか、まあまあ、で彼と一回私ステージに立って書いて弾くっていうのをしたんですけど、なんか彼曰くうちの存在感が強すぎてなんか全然弾けへんかったって言ってた時があのどんだけ弱いっていう、あ、福井くんが弱い話になっちゃった違うんです違うんです、なんかその絵の感じは自分の音とすごい合うけど、そこにこう
私っていう存在が書いてる人間がいることで全然なんかこう思ってた感じと違ったみたくて、ブックエッグは私のその東映で書くやつを一番初めに一緒にやってて、あの感じでイメージして、じゃあいざその私がステージに立つバージョンで一緒にやってみようってなったら、あれってなったっていうのがあって、でも分かる気もするけどね、こうやっぱり実際同じステージに上がって、こう実際絵を描い、その壁なりに描くっていうのって、ある種も、ある種もパフォーマンス、別にそれをこう自分が見られてるっていう意識があろうがなかろうがやけど、その描いてること自体もそのパフォーマンスとして成り立つから、多分そこはやっぱ大いにあるとは思うんだよね。で、その例えばその即興で音を合わす時も、もちろん絵に対してのアプローチもあるけど、描いてるその人に対してのアプローチみたいなのも当然ある。それは別にその早く動くからとかじゃないねんけど、なんかその今何かを考えてるなとかっていうのが、まあ言うたら目の前で起こるわけやん。ただプロジェクションってなるとそうはならへんやんか。もう完全にその画面に対してこうアプローチというか、そのどっちかって言ったら音楽にその絵が合ってくる感じに近いねんけど、その実際に描くってなると、そうやってそのまあ息遣いというか、そういう感じも絶対あるんやろうなとは思うけど。そうですね、そうですね、そうそう、だから生々しいんですよね、こう立ってる方が。だからそうや、ね、ここでいたステージ上で一緒にやってる時の方がこうよりこう相性というかがすごいこう出てくる感じはありますね。なんかその、こう、まあ、僕も何回かご一緒させていただいてて、その一回そのシリーズもんでこう、ね、3回ぐらい、3回こう重ねて弾いていくみたいな、やっていくみたいなのをやってたけど、なんかそのまあ一回その時にやろうとしたのがこう、まあ、絵っていうのはこう重ねて、まあ、色をどんどん重ねていくやんか、で音も一緒に重ねられるようにやってみようってやったら、まあ、僕のコンピューターが調子悪くて無理やったんやけどなんかそれはね、未だにちょっとやりたいなとは思ってて、あの縦軸横軸、まあ、横軸を時間軸にして、縦軸をこう音の高さ低さにしてっていうのをちょっといろいろ考えてはいてはいるんやけどね。ただでも、こうどうしてもぐちゃぐちゃにはなるんやろうなとは思うよね。重ねてくんでね。そこで実際そういうソフトとかもあったりするんやんか。そのコンピューター上でこう絵を描いていくと、それにそれが音としてこう、何それ出てくるやつがあんねん。そういうソフトがあったりするんやんか。そんなこと言われたらちょっと困りますけどね。ただだけどそこはもうすごくなんていうの、規則的になるから、なったりもするんやろうなと思う。やりたいです私。まあまあ、じゃあそのうちやるか。で一回その静岡のスノドカフェというのに誘っていただいた時も、はい、いやなんかで僕その静岡のあのスノドカフェがめちゃくちゃ好きになって、実は、ありがとうございます。いやいや嬉しい。あの紹介していただいて本当嬉しいなと思ったんですけど、はい、あそことかってすごくなんていうかな、まああの後こうフェイスブックで僕あのオーナーの、はい、ゆのきさんと、はい、まあつながって、あの人がいろいろやってるはることをこうちょこちょこ、まあ、チェックもしてるんですけど、はい、なんかほんまに素敵なことやってるなっていう、だああいうスペースがこう、まあ、実際あるんであろうとは思うけど、その、まあ、僕は知らんので、その地方地方にどんどんできていってほしいなってすごい思ったりはするんですけどね。そうですね、本当に素敵なんですよね、そのとこあそこも古い知り合いやったりする。あそこ古いですね。あそこはどれぐらいかな。まあ、でも10年経ってないぐらいですけど。まあそこも結構私の活動の中でキーになっていて、今もこう不
ふわっとした色調のちょっと抽象っぽい作品をに切り替わった時期があって、それまでは割とこう具体的なものを描いてたんですけど、それの1回目の展示をしたのがそのボカフェだったんですよね。その水彩画、水彩でずっとやってたって、なんかいろいろなんです、まあ、私、描きたいもので画材を描いてたので、変えるみたいな、なんか、まあ、さっきの話にちょっと戻っちゃうんやけど、その、はい、二郎さんって、まあ、アバンギルドの、はい、まあ、オーナーの国西二郎さんとか、はい、まあ、あの人も絵描き で、うん、で昔二郎さんの個展を見に行った時に、伊手座かなどこやったか覚えてないけど、ほんでめちゃくちゃでかい絵があって、ほんで、まあ、前やってたアンデパンダンのまあレーベルで二郎さんがジャケットを描いたりしてた、その原画展みたい な、 なんか感じのやつでやってたんやけど、ですごいでかい、まあちょっとドキも抜かれたみたいなのがあったんやけど、まあ二郎さんに「うわでかいっすねこの絵」みたいなの言った時に、二郎さんがその絵の大きさっていうのは音量みたいな、ミュージシャンで言う音量みたいなもんやって言われた時に、ああそう言われればそうかもしれないって言うたら、そんだけダイナミクスはつけれるわけやんか、まあ、もちろんその近くに行かんとちっちゃいものは聞こえないし、まあ、音でもそうやと思うけど、ほんまに近くまで行かないとちっちゃい音って聞こえへんけど、やっぱそのそれだけのこうダイナミクスをつけられるっていうところのこうなんていうんやろ、アーティストというか絵描きのね、その欲とかっていうのはあったりするもんなんかなと。どうですか、その私、あそのやっぱでかい、まあ、あやちゃんもちっちゃいももちろん描くだろうし、そうですね、大きいのは描きたいですけどね、常に。まあ言うてもそのライブペインティングの時とかって割とでかいやんか、そうですね、でもまあそれをこうなんていうの、ライブペインティングじゃなくて、まあ、普通にその何日もかけてとかっていうのは普通にあったりするもん、まあ、本当にその大ペントで描いてるサイズぐらい、もうちょっと大きいかなぐらいのはあるはあるんですけど、でもそんなにやっぱ多くないですね。それはもう物理的な問題は結構多いんですけど、ね、まあまあもちろんそんだけのスペースが必要やったりもするけど、機会があれば描きたいと思ってます。なかなかできないので、大きいの描くのってやりたいですね、大きいのは。まあ、そのちっちゃいのやったらどんどんこう細かい作業にも行くし、それはそれでまたそれなりのダイナミクスももちろんつけられるもするしっていうので、ただそのやっぱバカでかいってやっぱ迫力あるやんか、やっぱ基本的には。まあもうね、いきなりそれでちょっとこう圧倒される何かみたいなもんがやっぱあったりするんやろうなぁと、まあ、もちろんその出かけりゃいいって、まあ、音にしてもそうやけど、出かけりゃいいってもんじゃないんやろうけど、そうですね、そこにもやっぱね、大きいからザクってなっちゃったら全然意味ないですからね、そうやね、なんかその、まあ、ミュージシャンにしてもそのでかすぎて耳がやられる音まで出しちゃったら意味ないしみたいなところもあるし、それで聞いてもらえんかったら意味ないもんだなっていうところも。結構でも大きいのあんま好きじゃない人とかも多いですけどね、一回とってなんかバランスが分からへんっていう人ちょいちょい言いますけど、まああと絵だけじゃなくていろいろあのアクセサリーとかも作ってるよね。そうなんですよ、作ってるんです。とか服とかも作ってます。割とこう何かを作り出したら止まらない感じで、そう、そうですね、なんか興味の幅がちょっと広いんだと思うんですけど、なんかいろいろやりたくなっちゃうんですよね、なんかあんまり良くないのかもしれないんですけど、ちょっとでももちろん一応自分の中ではこうまとまっていて、でも絵画であんまりこう生活に密着してないなってずっと思ってて、まあ、突き放して例えばイベントみたいな感じで展示会とかで見るのはそれはそれでありなんですけど、まあ、そこからこう落ちていかない
なかなか音楽だったら CD とかで生活の中に取り込んだりとかできるけど、絵って買うってとこまであんまりいかないから、なんかそれを待ってても、もうあれかなって思っていて、じゃあこっちからちょっとアプローチしていこうかなっていうのが一番初めで、ちょっとちっちゃいものとか作り始めたのがきっかけなのと、とライブペイントが私布に書いてるんですけど、あれを見てた人がこれが服だったらいいのにって言ってくれたのが結構大きかった。それを自体を服にしたりとかっていうのもしてる。まあそうやね、その表現活動っていうのがこう生活とはどんどん離れていくっていうのはよくあることではある。そうなんです、まあ、離れてるから面白いとかもある、まあ、もちろんすごくあると思うんですけど、なんかなんとなく私の生き方としてなんかこう日常に近く近い存在でいたいなっていうのがあって、でもそれはすごくいいことやと思うけどね、あのなんていうかな、こう食っていかなあかんからって言ってそういうもん手出すんじゃなくて、そのなんていうかな、その欲が先にあってさ、まあ、結果それがまあ何かしら、まあ、そうやって売れる出たりとかで、まあ、小遣い稼ぎなり、まあまあ大金稼げる時もあるかもしれないけどっていうふうになるっていうのは一番自然なことやと思うし、そのやりたくないのにやってるんじゃなくてそこに興味があるっていうのは、はい、そのすごいある種、とまあ、得というかいい感じなんちゃうかなとは思うけどね。どうですかね。他なんか作ったりする？その他アクセサリーやら服やら以外、靴とかはないか。靴とかはないんですよね、さすがに。帽子とかはないんですよ。まあ、でも例えば一緒にやろうって言ってくれる人がいたらやりたいんですけど、例えばなんかテキスタイルなんなりを提供して一緒にやろうとかはできると思うので、なんか何でもやりたいんですけど。そうだね、なんかまあそのこうある種こう、まあ、採算が合わなあかんっていうところもあるやろうから、うん、なかなかその二の足を踏む感じにはなっちゃうやろうけど、ね、何かしらそういうのがね気楽にできるようなシチュエーションっていうのがあったらいいやろうなぁとは思うんだけどな。でもその例えば、まあ、服とかさ、そのまあアクセサリーにしても言うても消耗品やったりするやんか、まあ、確かに、そこなんかなとかって思ったりもしないでもないんやけどね、そのこうまあ、商品やからさ、そういうのっていうのは、一周回ったらいいかなと思ってて、まあまあ、その服とかを使った人がじゃあやっぱこの感じの絵が家にあったらいいなって思ってくれる人が、その買ってくれた人の中の1割でも1人でもいてくれたらいいかなって思っていて、でぐるって回ってじゃあ絵も欲しいなお家にとか、展示会もっと行きたいなとかになったらいいなっていうのもあります、なんかそのまあこれ最初に言い忘れたけど、まあ、あの今回ラジオ食堂で絵描きさんが初めてなんですけど、はい、ありがとうございます。まあ今ふと思って絵描きの人ってほんまどういうふうに考えてんのかなっていろいろこうちょっと考え思ってたとこもあんねんけど、例えばそのすごいアホみたいな質問やねんけど、はい、例えば音楽って、まあ、今はどん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 ないけど、その、まあ、言ったら曲をさ、まあ、コピーというかさ、まあ、言うたら CD、まあ、1曲作ったとしてもそれが100枚 CD プレスしてとか1000枚プレスしてとか、まあ、ダウンロードやったらまあ無限大にあって、まあ、1曲200円でも売ろうと思ったら売れるわけやんか。でオリジナルっていうものは基本、まあ、もうそこに、まあ、データというか、そういう形でしかないやん。だけどその絵の人っていうのはその現物っていうものが確実にあるやんか、はい、でその差ってすごいもんなんやろうなって思うねんけど、例えば、まあ、マスターテープとかって、はい、まあ、音楽の場合ではあんねんけど、レコーディングのだけどそれがもうほぼ一緒のもんがその売られるわけやん、
でかといってそのマスターテープを誰かに100万で売るとかっていうわけでもないし、どうなんやろうなと思って、そういう感覚って。そうですね、その例えばさ、こう前僕絵描きの人にちらっと聞いたことがあったんやけど、はい、例えば自分の絵を100万で買うってくれる人がいたとするやんか、はいはいはい、でもそれはもう100万で買った人の所有物になってしまうやん、はい、それって、はいはい、でその人が別に自分の家の壁に飾ろうが、うん、そのまま捨ててしまおうが、うん、どうしようもないわけやん、それって。どうしようもないですね。それってどういうふうに絵描きの人って考えてんのかなって思うよね。すごいね、それ難しいですね。そうだな。いや、なんかこうだからそのなんていうかな、まあ、もちろん一枚の絵しか描かへんわけじゃ絶対ないやろうから、うん、次から次へといろんな絵を描いていくわけやんか。そうなんです。でもやっぱ一個一個にはね、うん、その、うん、これしかないですし、うんうん、それぞれにいろんなこう思い入れがやっぱりあって、うんうん、ね、それがこう二度と手元に戻ってこない、うん、っていうの寂しさはあったりする。やっぱりそのそうですね、ちょっとありますね。でも私意外とそういうの大丈夫で、また変えたらいいかっていうのが、まあ、そのなんか軽い感じに聞こえるんですけど、まあ、そうですね。まあ例えばやけど、じゃあそのだ写真の人もさ、言ったらこう元があって、うんうんうん、それをプリントすればいいわけやんか、うんうん、だけどそのこう量産できるかできへんかっていうところの大きな違い、まあその、うんうん、もちろん彫刻とか、うん、陶器でもそうやと思うし、うん、あれなんやけど、そのいやもう単純にあのどうなんやろうなっていう僕のすごくシンプルな疑問というか知りたかったことでもあったりするんやけど、まあもちろんみんなそれぞれ違うと思うし、あれやけど、そのこう例えば自分の絵はとりあえず絶対自分がキープして、でそれの例えばそのポストカードだけを売るっていうシチュエーションの絵描きさんとかもいたりするんかなとかって。どうなんでしょうね、あんまりでも会ったことないですけどね。あでも自分で作ったものが誰かの手元にいるのはすごく嬉しいことですけどね。やっぱ自分の好きな作品は手元残してたりする。いやなんかそういうのはちょっともうあった時期もあったんですけど、あんまり最近はもう気にしなくなっていて、やっぱ持ってるっていうことはしまってるんですよ結局。そういうことやんな、から結局、人の目に触れる。そうなんですよ、それって全く意味ないなと思ってて、こう何かをもう出したくて書いてるわけじゃないですか。それがいくら大事であってもまあね、本当にプライベートな思いがあってとかは別ですけど、それを、まあ、気に入ってるからとかでこうストックしてしまってしまうのは、絵とかその描いてる時の自分に対してとっても失礼じゃないかなって思ったりもするので、なるべく私は外に出してあげたいなって思ってます。まあ、亡くなったらないって思いますけど。まあでも一応そのあれやね、写真撮ったりとかはして残してはいてはいるけどね。あと、まあ、私がそんなまだね、あのすっごい売れてる作家っていうわけではまだないっていうのもあるんですけど、まあ、一応ある程度誰がどれを持ってるかは把握してて、会おうと思えばまだ会いに行けるレベルなので、それを買い取り戻すこともある。それはないですけど。まあまあ、そう。で、なんか全然知らない人に売ったりとかも、まあ、そんなに多くはないので、ちょっと顔は知ってるとか、
来るときに少しお話ししたりとかして、うん、人柄が分かってる状態で売って、うん、あの手放したりしてるので、まあ、それあってあんまり不安はないかなっていうのもあるんですけど、うん、まあ、結局高いいいものになるので、そうや、ね、売るときってやっぱり話すんですよね、うん、その人、うん、買ってくれる人、まあまあまあ、なんであんまりないです、なんか、うん、みたいなのは、この人ならきっと大事にしてくれるだろうなみたいな人が今のところは買ってくれてるんで、まあだからある種潔がいいんやろうね、潔いんやろうね、その絵描きの人って多分、そうですね、だから音楽の人って割とこう、まあ著作権とかさ、版権とかいろいろあってさで、そのこう、まあいろいろあったりするやんか、なんかそこの潔さがあんまないっていうか、まあでも最近はそういうのがもうどん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 さ、その音楽を量産したところで売れるわけでもない状況になってきたし、うん、まあだからそのライブとかできちんとその場その場できちんといいものを出せるようなシチュエーションにならんとっていうところになってるとは思うんだけど、なるほどね、まあ今までちょっとそのなんていうかな、まあ絵描きとしてのまあまあ、ある種絵描きとして画家としてのあれをちょっと聞いたんやけど、その、はい、こう、まあ、感覚的なもんやと思うよね、その描く何を描くかとかっていうところのっていうのが、その、まあ、僕も例えば自分が即興やるときになんでこの音を選んでんのかとか言われても聞かれても分からへんしっていうのもあったりするけど、その例えば今日はこんな感じの絵を描こうとかっていう、まあ、ライブペインティングに関しての、うん、まあ、質問ではあるんだけど、っていうのはあったりするのかな、前もって。ライブペイントに関しては、うん、まあ、一緒に、ね、演奏される方にもよるんですけど、うん、基本的にはあんまり持ってないですけど、うん、割と去って入って、うん、まあ、でもまあ例えば色を用意する、うん、色をある程度用意して持ってきてるんですけど、うんうん、その時は若干なんとなくはこの人はこんな感じかなっていうののプラスアルファで持ってきてはいるので、あ、まあ、色をきちんと選んでやっぱ持ってくるんや、一応持ってきてるんです、実は。なるほどね。でも例えば涼太郎さんみんなとはもうすぐ何回もやらせていただいてるので、うん、結構イメージがあって、あ、もうこの色かなこの色かなってパッパーって決まって、うん、まあ、その時のあと自分の心情だったりとか季節だったりっていろいろ変わるんですけど、でもそれ以外はあんまり考えてないです。あとは構成をちょっと考えることはありますけど、あ、その描いていく構成ってこと、色をどうやって重ねていったら面白いかなみたいな、そのさっき言ってたそのパフォーマンスなんで、やっぱりステージ上で描いてると、ただ絵がだらだら描き上がっていくだけではあんまり面白くないなと思って、まあ、だらだら描いてる時もあるかもしれないんですけど、あのちょっとなんかこう、まあ、長すぎて俺が怒った時があるけどね、まあまあまあ、すいません。いやいや、それはまあまあ別に彩乃ちゃんだけのせいじゃないけど、そう、なんかね、ここで色が滲んだら面白くなるかなとかいうのは考えたりもしています、うん、で、この間、まあ、この間だけじゃなくて、モグラが一周するまでの佐藤君と、はい、戦国秋人っていう OHP のタイムペインティングと、うんうんうん、はい、彩乃ちゃんのそのペインティングっていうのを、はい、まあ、3回ぐらいやってるのかな、あれも3回やってますね、うん、あれもこうなんかこう、いや、あれもほんま難しいとは思うねんけど、実際の話は難しいです。だけど、その、まあ、特にその千石くんと彩乃ちゃんのやり取りっていうのは毎回僕がいろいろ終わってから、こうした方がええんちゃうか、ああした方がええんちゃうかみたいな、まあ、無責任でいろいろ言ってはいるんやけど、なんかその、でもそれを追求し続けるっていうのはすごく面白いことやなとは思うねんね、難しいから余計に、うん、でかといってその出来上がるものが決してしょうもないもんでは全然ないんよ、うん、2人の感性ももちろん
あるやろうし、きちんとしたものが出来上がってはいるし、うん、だけどまあ僕は両方ともよく知ってるだけに、はい、その個性がもっと生きる何かは混ざり方っていうものはないんかなっていうふうなところはすごく思ったりはするところであって、はい、もうやりながらもとても思ってるんですけど、そうやんね、なんかその もっとなんかあるんじゃないかってちょっとお互いに思いながら思ってやってるんかなって、それもひしひしと感じるんよね、うん、多分2人ともなんかそういうふうに思ってんねやろうなみたいな感じが迷いが2人ともあるなみたいな、なんかね、難しいですね、うん、色と色が ぶつかるってちょっとぶつかるもんね、うんで、うん、ある種こう光と、まあ光でもあるもんね、実際そうですね、うん、どっちかが見えなくなったりとかいろいろあるので、うん、なんか面白いかな、まあ秋ぐらいにまたやろうねという話はこの間してたので、そろそろ作戦会議しないといけないんですけど、一回打ち合わせをして、でもこの間ね、仙国くんが炭を使ったんやけど、あのね、めっちゃ良かったんそれが、ほんでね、あ、そうなんですか、ほんまに黒になるんだわ、でそこをこうその間にこうパーって違う色とか入れると、そこだけ全然まあもちろん色なり明かりがパーって出るんやけど、ああいうのちゃんの時にこの黒を入れたらすごく面白いんかなとかって、どうなんかなとかって、本当ですね、いや分からんねんけどね、うん、前でも一回黒いあれに西光さんの時やったっけ、はい、やりましたやったよね、あれ、あ、そうそう、それでやってみようかって話をそういえばしたんでした、この間多分それとかも合うんちゃうかな、うん、ただでも黒やと逆に戦国君の映らへんねやんなと、そうなんですよね、その辺がちょっと難しいんですけど、なんかね、なんかそのまあ、まあ戦国君にしてもあやのちゃんにしても、こうビジュアルのアーティスト、まあ、ビジュアルというかこう、うん、はい、うん、ね、その視界に訴えかけるそのアーティストではあるから、だけどそのライブペインティングになると、うん、その何かしらのこうパフォーマンスの要素も加わってくるっていうのもあるし、でやっぱちょっと分けて考えとあかんないよね、そういうので、普通に絵を描くっていうのは、そうですね、あの、うん、全然分けて考えてます、うん、そうやね、うん、でもそれがやっぱ楽しめるか楽しめへんかっていうところで、さっきのその幅の広いっていうところがあるんかなと思ってはいるんだけど、うん、まあね、世の中絵描きの人なんてたくさんおって、そうなんです、でみんながみんな別にライブペインティングするわけでもないやんか、うん、実際、うん、そうですね、うん、でしかもこうある種こうミュージシャンとかと一緒に30分枠とかっていう、うん、その枠を決められた上で活動はせなあかんかったりもするやろうし、うん、っていうのは、うん、音楽と一緒になるの面白いですけどね、すごく刺激的です。とでも、うん、まず一人でずっと描いてるので、絵描いてる時ってなんでね、やっぱこう自分としか向き合えないから、やっぱこう違う人との関わりの中で生まれてくる作品っていうのはすごい面白いし、なんかそこで受けた刺激がそっちの描いてる作品にも戻っていっているような感じはしてますね。それ羨ましいなと思うね。うん、僕はなんかこう自分一人と向き合うっていうのがすごく苦手だからもうね、イエーねん、そこがいやほんまイエーねん曲作ったりする時はもちろんあるけど、うんうんうん、正直そんなに好きな作業ではないなって自分ではいつも思ってるところではあるからね。でも、うん、そのそうやね、だからそれがきちんとフィードバックできてたら俺はすごくいいなと思うんだけど、そのこう結局フィードバックできずに、その人の刺激を もうアディクトというかにしちゃうなっちゃうと、絵描きとしてはあんまり良くないんかなって思ったりはすんねん。そうですね、うん、何のためにやってるのかちょっとよく分からなくなっちゃうかなとは思いますね。まあ、もちろんミュージシャンもさ、その一人で何かを一人だけで何かを作るっていうことももちろんありというか普通なんやけど、なんかそのそうじゃなくてもいいやん、ミュージシャンって割と
その誰かと一緒に何かをするっていうのが、うん、まあ大前提としてあったりもするやろうしっていうのが、うん、まあできるし実際、うんうんうん、まああったりするのかなと思うんだけどね、うん、そうですね、うん、それ、まあ、フィードバックできてるのは私が音楽とやってる時にかなり抽象的に書いてるんですけど、うんまあ、それがいいのかなと思って、本当に音を拾って色をつけて、うん、メロディーをこう筆の流れで表現してみたいなの、うんうんうん、すごい感覚的なことをずっとやってるので、それなんか本当にもうなんか絵を描く時の芯みたいなところがそこでできて、なんか作品を作る時も迷いが少なくなりました。ここにこの色が来たら気持ちいいみたいなのが、まあでもポンポンっていけるようになったんです。インプロをやってるとそうならざるを得んもんね、うん、そのこう、そうあの迷ってる時間がないというか、うん、そのパッて自分の選択をこう決めんと、うん、あかんしっていうのはあるだろう、うん、ある種のそういうこう立ち上がりの速さみたいなのは、うんうん、多分出てくるんやろうなぁと、うん、でもいいですね、あと純粋に楽しいんですけどね、まあまあそうやねんけどね、実際こう、うん、まあ慣れてくるっていうのも変やけど、うん、書くのも面白いですけど、うち音楽もすごい好きなので、うんまあ、それも相まってとっても楽しい、うんうん、まあでもさっきの話じゃないけどこう、うんうん、どうしたらいいんやろうっていう時もあるわけやんか、その、うんうん、さあどうしようありますさあどうしようっていう、まあそれででも結果うまくいったら全然いいんやけど、うん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 、そうそうそう、ね、楽しい楽しいと言いながらあれはみたいなのやっぱりありますしねそれはいろいろあるやろ、ありますあります。なんかそのでもミュージシャンがこうテンポとか出してくるとさ、うん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 、やっぱその各テンポも上がったりするもんやったりするんかなとかって、そうですね、上がってきますね、なんとなく、まあ、どのテンポを拾おうかなみたいなのもあるんですけど、まあ、なんか上げたい時は早いのを拾って書くし、あ自分でチョイスしてる、うん、涼太郎さん、まあ、涼太郎さん喋ってから涼太郎さんたとにいっぱい出してしまうんですけど、結構いろんなテンポの音を同時に出してくるじゃないですか、なんかまあまあうんうん、でどっちを拾おうかなみたいなのを考えてんねんや、あそうなんです、考えてなさそうで考えてるんです、なるほど、そっちに引っ張られた方が気持ちよく描けそうとか、この絵がいい、なるほどね、いい感じに乗っていくかなみたいなのを、はい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 、ああそれ俺気付いてへんかった、あなるほどそう言われればでもそうかもしれない、うん、多分うちが乗った方に、うん乗ってきてくれてるんだと思うんですけど、ね、初めて知った、ね、初めて言いました、なるほどね、うん、そういうのもあるよね、ダンサーさんとのコラボって最近はやってる、うん、最近ね実はあんまりやってないんですよね、2年ぐらいやってないの、なんかやろうっていう話はちょろちょろあったんですけど、ちょっとタイミングなどを逃してやれてないですね。なるほどね。なんかこんな、まあ別に何でもいいねんけど、うん、こんな人とコラボしたいとかってあったりするんかな。ああ、何でもいい。建築の人とかとやってみたいです。でもそれはライブじゃないよ。あ、ライブじゃない。ライブだったらもうなんか本当に。バンドとやりてみたいですね、うん、今までインプロばっかりだったので、ね、あ曲に合わせてっていう、ちょっとずつは増えてるんですけど、うん、そういうのが、まあ、実は面白くて、またその今までのインプロとは全然違う、うちが合わせていく感じになるので、曲の世界があるから、まあ、曲をこう事前に例えば聴き込んでなんとなく世界を決めて、まあ、結局やることはインプロなんですけど、うん、ちょっとこうこうしようああしようみたいなのをこうちょっとずつ構成しながらやっていくのがすっごい面白くて、なんかそういうのをちょっとやりたいなっていうのがあって、
ありますね。なるほど、まあ、でもこうプロジェクションを使うようになってからは割とそれがすぐできるようにはなるやんか、うん、そうなんです、うん、そうなんです。やっぱそっちですね、うん、バンドの人とやるときはそっちばっかりです。そうやな、まあ、あれをやり始めたからっていうのもまあねあると思うんですけどね、逆に、なんかでもまだ違う手があったりするんかね、普通に書くのとプロジェクションするのと。どうなんですかね、まだ何かあったりするんかなとかって。 OHP 以外でまあまあその何かあるかな。絵をもう最初に描いた絵を貼っていく、たくさん貼っていくっていう、その曲中、そうですね、まあ、ある種コラージュ的な作業にはなるけど、でも面白いですね。そんなんもあったりするんかなとかっていう。確かにそういうのも面白い。いろいろあんまりまだ考えたことなかったですけど、いろいろできそうですよね、考えたらね。まあまあそうですね。なんかそのまあ異ジャンルのこう、まあ、組み合わせのやり方っていうのは、まあその当然こう合う合わへんもあるけど、こうまあ可能性もなんぼでもあるんやなとかっては思ったりもするし。照明の人と一緒にやったことがあって、あそれがすっごい面白かったです。あそれ面白そうやね。それは、いつもこう壁にベタってつけて描いてるんですけど、まあ、木の枠組みを立てて布をバーって貼って木が前後にこう行ったり行き来しながら絵を描いていくんですけど、まあ、布の後ろ側に照明があってこう消えたりついたりするんですよ、はい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 、なんで後ろ側で私が描いてる時は、うん、私は真っ黒のシルエットで色だけブワって浮かび上がるみたいなのを去年の年末ぐらいにやって、それ面白いじゃん。大阪でやったんですけど、めっちゃ面白かったんですよ。またやりたいんですけど、あれもそれってでも自分はその外から見えへんわけやんか。あ、見えないんですよ。でも、まあ、表にも行って描くので、なんかチラチラって、面白かったです。なんかそのこう、まあ、いろんな見せ方もあんねんけど、お客さんにはどう伝わってんのかなっていう、でこう自分だけがもちろん楽しんでもあかんし、そのお客さんだけが楽しんでるのもどうなんやろうっていうところもあったりもするし、なんかそこはいつも悩むとこではあんねんけど、なんかまあその両方がこう一番楽しめたらいいんやろうなとは思ってはいいんだけどね。そうですね、そうですね。それってなんか習慣とか癖なんかなとかって思ったりもする。癖、なんかその自分が楽しんでる状況がきちんじゃないと人には伝わらないみたいな、何かしらのこうそういうこう癖をというか習慣をつけるというか、その自分だけが楽しむっていう習慣をつけちゃうとなかなか難しいんちゃうかなとかってちらっと思ったりもするんだけどね。それはそうですね。なるとやっぱりパフォーマンス能力を私は持ってあげないといけないなって思って、どういうステージに立つときはね、ふわーって書いてるかふわーっとはやらんと思うんですけど、でもね、体の動き一つでもなんかちょっと綺麗だなとか、それはダンサーの木村一さんにすごい前に言われたんですけ ど、 あなるほど、ね、体の動きを意識して描いたらすごい綺麗だからって言われて、ちゃんうまいこと言うよねそうそうそう、それから少しでもそれは確かに大いにあると思う、気をつけてるんです。なんかがむしゃらに描いてしまわないようにはしようって思っていて、なるべくスムーズに。さすがやね、Aちゃん。そうなんです、さすがの H さんなんです。そうそうそう、なるほどね。それはでもほんまにそうやと思うわ。すごい、そうやなかったらそこでやるなよっていうことになっちゃうもんね。そうなんですよ。だから本当にそれは気をつけていて、それをもっと突き詰めることができたら、まあ一個また新しいパフォーマンスになっていくのか、まあダンサーみたいになってきますけど、まあでもそのステージに立つっていうことでは一緒やからね、基本的にはね。
てて、最近はあんまりステージに立つ機会がちょっと少ないですけど、あ、まあまあまあ、まあ立つ時はね、ちょっと意識してやっていきたいといつも思っている。なんか将来的にはこんなことしたいとかっていうのがあったりする？将来的にこんなことしたいがね、それがね、私あるようなないような感じなんですよ。ていうか、まあ今結構楽しんでるってことなんやろうね、でもそれって。そうですね、楽しんではいます。まあ今の状況をこうブラッシュアップするというか、一個一個のクオリティを上げていくっていう形なんやろうなと思って。ですかね。なんか大きく変わりたいっていう意識はないやろ。まあ、そうですね、大きくはそんなにないか、まあ、まあ作品でこうしたいとか、まあ、ライブイベントではなくて、まあ、こう変えていきたいなとか、そういうのがあるんですけど、例えばすごいこう壮大な目標があって言ってみたいなのはそんなになくて、なんか自分が やりたいことをやっている中で流れてきたものにうまく乗ってまた新しい道が開けていったら面白いなって思っている感じです。まあでもそれやったらどんどん新しいものにチャレンジせんと開けてはいかんやろうからね。なるほど。いや、なんやかんやでいい時間になってきたんですよ。もうそんな喋ったんですか？そうなんですよ、実は。その間に皆さんそうおっしゃるんですよ、ね、結構ね、時間経つの早いんですよ、ね、びっくりしました。いや僕もちょっと、まあ、初めての絵描きさんというか画家の方をですね、こうゲストに迎えて、はい、まあ、単純にその、まあ、綾乃ちゃんっていう、一柳綾乃っていう画家に対してのこう質問というのと、まあ、その画家の一人としてこうちょっと聞きたいことをいろいろ聞かせていただいたんですけども、はい、あの、まあ、これからもいろいろとちょっとお世話になるとは思わないかと思うんですけど、まあ、とりあえずですね、告知がですね、来月8月28日でございます。ただいま流れてるこのペリカンピゼと、チェリストのウーグ・バンソンという、まあ、素晴らしいアーティストがあるんですが、まあ、この CD とは全然違いますけどもびっくりするぐらい違いますね。いやでもね、あのインプロ系の、まあ、音響系というか、まあ、でもとてつもないやつなんですけども、彼とですね、はい、綾乃ちゃん、はい、コントラバスプレイヤーの岡田康隆の3人のパフォーマンスがですね、8月の28日にここアバンギルドでございます。皆さんぜひお越しください、はい、この日はですね、他にそのウーグ・バンソンがですね、岩瀬久美さんというパリ在住のサックス奏者、それからピアノプレイヤーのナオヨさん、これ僕あのウーグからモーテてちょっと分かんないですけどあと伊佐畑真一さんという、この人も素晴らしいギタリストですね、はい、その人のカルテットのライブ と、はい、僕がですね、あの台湾の、あのプレ、ミュージシャンでミン・ヤン・テリーさんという人がいるんですが、彼と即興をやるということを決まっておりますので、ぜひぜひ、はい、なんかね、ぜひぜひ、僕ほんまに、まあ、ちょこちょこ言ってるんですけど、アジアのアーティストともっとつながりたいなっていうのはすごいあって、はい、あのヨーロッパの知り合いは結構、まあ、ヨーロッパ、まあ、西洋のアーティストはすごい知り合いが増えて、まあ、しょっちゅう僕もそのヨーロッパとか行ってるんですけど、その、はいはい、もっとなんかね、アジアのこう人と、特に台湾とかやったらもっと交流できるはずやのになとかって思って、そうですね、近いですしね、で最終的にその韓国とか中国とかもこうまず文化でね、きちんとつながりができるようになったら一番こういいんじゃないかなとは思って、まあ、もう政治が今こういうシチュエーションなんでね、なんかだからこうやって台湾のアーティストが来てくれるのはすごい僕嬉しくて、まあ、実際どうなるか全然想像はできないんですけど、まあ、あのこうやって一歩一歩なんか積み重ねていきたいなっていうふうに思ってて、はい、ぜひ綾乃ちゃんとかもね、その日に例えばそのテリー君、その台湾のアーティストと仲良くなって、じゃあ台湾においでよって言われて、台湾なんかすぐやんかそうですよね、飯もうまいし絶対安くてうまいで、もうパッて行って、まあ、日帰りとは言わんけどね、2泊3日ぐらいでパッて帰ってくるっていうのがこうお互いの交流でもっと出てきたら、多分今のこの
ね、東アジアの変な感じをガラッと変えられるんじゃないかなとかって思ったりもするんですけど、そうですね、それですね。8月28日でございます。皆さんぜひお越しくださいませ。はい、それと個展があるんやね、8月。あ、そうなんです。ちょっとね、あの8月の8日から29日まで、鶏文社、皆さんご存知だと思うんですけど、鶏文社の長岡京に実はらしい、ね、僕も全然知らんかったありまして、うん、何年か前からあるんですけど、そちらで個展をして、うんうん、していただきます。その時はちょっとあの、まあ、本屋さんなので絵画を全面的に出すのじゃなくて、途中でちょっと話した服とかアクセサリーをメインに絵画も一緒にちょっと並べて、はいはいはい、持っていくっていう感じの展示会をします。なんかでもそれやったらこう、うん、綾乃ちゃんの雑貨屋さんとかも作ろうと思ったら作れる感じなのかな、なんか何かしら。そうですね。ゆくゆくはできなくはないのかな。なんか一日綾乃ショップ的な感じやって、うん、でもそれ言ってたら、まあ、でも、まあ、1日じゃないけど、そうですね、まあまあ、お店の一角を借りて、うん、借りて、なんかあの経営者的には一柳綾乃フェアらしいです。フェアって思ってるんですけど。いやでもそうやってこうまとめていろいろやっていくっていうのは大いにありやと思うけどね。そのまあそのうち例えばアバンギルドで一柳綾乃ナイトみたいな感じでこう、それ、うん、ね、人、まあまあそれはまあそれはそれはさておき、それはさておきで、はい、まあ何やかんやで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まああのなんやろうね、さっき の, その静岡の話もそうやけど、はい、そうやってその、ね、僕はほんまそのスノードカフェとかともっとこうアバンギルドが交流できたらいいなと思ってもいてて、うそうやってネットワークというか、うん、まあもう東京は、まあ、もちろん東京ももちろんいいとこたくさんあるんやけど、東京だけじゃなくてこう京都、静岡、京都、名古屋、京都、金沢みたいなのがどんどんできてほしいなとすごく思っておるところでございます。それでは、本日のゲスト、はい、画家の、一柳綾乃さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、ですね、最後に皆さんに一曲聴いていただこうと思うんですけども、はい、加納良英さんという、前に以前にもご紹介したんですが、加納良英さんのですね、エイプリルフールセッションというアルバムから、夢という曲を聴いていただいて、本日24回目の、UR レディオの収録を終わりたいと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。暮れの街には秋の足音。
なくなるのかな、それとも今見てるこれは夢なのかな。サイコロの出た数だけサイコロを振って、嘘をついた数だけまた嘘を重ねて、いろんな角度から検討してみた結果、出て行きたい時にはいつも雨降り、出て行きたい時にはいつも雨降り。Dreamer.